い、では封印の洞窟行ってみたいと思います。おそらくラストだと思うんですよね。結界を通り抜けられた。一応調べておきますか。はい、ラストダンジョンだと思うので、ノーカットでいきたいと思います。なんていうんですかね、語彙力がないから言葉が出てこない。アイテムが多いですね。降りて、ハリケーンとアースクエイクどっちがいいですかね。アースクエイク買いますか。あ、こっちの方がいいかな。下の方が強いんですよね。
で、どっちだ。ちょっとこれ入り口に戻ってきてる感じがしますね。いや戻ってきてないのかな、あれ分かんないな。ないですね。こっちは。で、多分降りているのが正解だと思うんですが、こっちかな。どうしましょうかね。左の階段です。どっちだろう。
進みましたかね。こっちで合ってるのかな。合ってるような感じがするんですが、ちなみにですけど、動画には撮ってないんですけど、同大会 A ランクで、優勝しました。率が高いですね。これちょっとめんどくさそう。眠るかな。寝てないっぽいですね。でいいですかね。合ってるかわかんないですけど、ここもこうなんか特別な感じのフロアに来ましたが、アースクエイクでいいかな。あんまり効いてないですね。ゲットしたいですね。
バルキューレを手に入れた。なんか見えますかねこれ。あ、なんかいますね。ちょっとエリクサー使いますか。魔人ですよね多分。すごい魔力、これが魔人のパワーというか、ずっとここで何してたんですかね。何者だ、魔人よ、あなたを封印する者よ。もうあの時のようにはいかないわ。あの時、そう、あの時私は誤ってあなたの封印を解いてしまった。そしてこの長い間あなたを封印するためにいろいろなところを旅して回ったわ。でもその旅も今日で終わりよ。おう、そうか、思い出したぞ、貴様、我を封印から解いた人の子か。この時は、余興で生かしておいてやったが、まさか人間ごときが再び我が前に、現れようとは。面白い、面白いぞ、私があなたなんかを復活させなければ、そうすればあんなことには。私は絶対あなたを許さない。許さないだと、許さないのならどうするつもりだ。あなたを倒す。ははは、つくづく面白いやつだ。我を倒すとは大きく出たものだな。かかろうならばかかってくるがよい。そして人間の自分の非力さを思い知るがいい。ラストバトルですかね、おそらく。聞くのかな、呪いとか。聞かないですよね。反対なので、おそらくジャッジメントがいいと思うんですけども、これを、じゃあかけておきましょうか。あ、強いです、ずっと。一撃で葬り去られそうに。バトルソング使いましょう。で、ノアのスピードを上げましょう。で、ジャッジメント使いましょう。強いですね。なんかどれも効かない気がする。眠らないですよね。あ、効かないですね。ジャッジメント連発でいきましょう。なんか威力落ちてますね。あ、これは痛いですね。全体回復が、キュアリーンありますね。ちょっとメンバーの選出をミスったかもしれないですね、これは。
ああ、仕方ないですね。そろそろ倒れないかな。あー、やられちゃいましたね。スピードアップは辛いですね。下げられないかな。効かないですね。辛いかな。あ、ギリギリですが倒せましたかね。あ、バカな、我が、たかが人間ごときに、貴様ごときに、認めんぞ、絶対に認めんぞ、我が人間に負けるなど、もう倒したってことでいいんですかね。倒したあの魔人を、そうだリスティーンは確か魔人を倒せば石化が解けるはずって、急いで戻らなきゃ。あ、自動で戻ったみたいですね。リスティーン、お、石化は解けてるみたいですね。よかった、元に戻ったのね。リスティーン目を覚まして、リスティーン、よかった。助かったのね。ノア、逃げろ。落ち着いて、リスティーン。もう大丈夫。大丈夫だから。ノア、一体何が？なんでもないの。とりあえず、ここを出て、シャムール村に帰りましょう。そんなことがあったんだ。この旅でいろいろな人と出会ってたくさんのことを教わったわ。ノア、何リスティーン、ノアこれからどうするつもり？どうって、これ、悩むところですね。もう少し旅をってやったら旅続けられるのかな。
こっち選べたいですね。あなたと一緒に。どうしたのノア。もう二度と、デスティーンと、僕と、デスティーンと離れたくないの。ノア、お願いデスティーン。私と、ん？大好きなお父さんへ。お元気ですか？私と彼は西へと旅を続けています。村に帰ったあの日、突然結婚しますなんて言ってごめんなさい。あの時お父さんが二人を信じて祝福してくれたこと、自分の人生は自分で決めなさいって強く抱きしめてくれたこと、きっと忘れません。危険な旅だけど、私のことなら心配しないで。前よりずっと強くなったし、心強い仲間だっている。何より彼がそばにいてくれるんだもの。これからも二人で手を取り合って歩んでいきます。またいつかお父さんに会える日を楽しみにして。いつまでもあなたの娘、ノアより。はい、どうやら結婚して、二人で冒険して終わりっていう感じでしょうか。はい、スタッフロールが流れてますね。とりあえず、無事3年以内に魔人を倒すことができて、よかったなと思います。確かのエンディングが何種類かあって、それにちょっと全部は、きついと思うので、今回はこちらで終わりたいかなと思います。あとはまあ個人的に、楽しむ感じで、はい。はい、結構マイクと BGM とかの兼ね合いがちょっとね、うまく最後までうまくいってないかもしれないんですけども、以上で、黒い瞳のノアを終わりたいと思います。